さあ、それでは長友選手がスタートで立ちました。まずまた2人 OK 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 ですね。 OK OK にしよう。さあ、それではさあ、それでは、愛媛ダンロップカップ第1戦第1出走の長友千春選手からスタートしています。さあ、それでは良い方よろしいでしょうか。はい、それではスタートします。さあ、この選手は楽しみです。小学生2年、小学2年生から前に乗ってますからね。去年まではミスコースが多かったんですから、先月の NHK ではミスコースもなく、はい、で、まあ、その2週間前にまたプライベートファンでも完走して、そうですね、そうですね、はい、大丈夫かな。まあ、今のところミスコースもなく、でもそこね、次は犯人だ。あそこで S 字スムーズに入ってるけど何とも思わないかもしれないから、あの S 字入る結構そうだ、そう、曲がったけど出てきた。さあ、そこで入るよ。オーバルが意外にちょっと難しいですね。前が止まって隣にスマホがあって欲しいですが、あの感染者いい走りで走っております。さあ、それで今スタートラインになっているのは全県50番八甲選手、 JSR2 地元愛媛県からの選手です。さあ、一つレンジをかけて JSR2 がどういう走りするんでしょうか、このコース。さあ、それで良いの方よろしいでしょうか。はい、それではスタートします。大丈夫？ああ、私すごく嫌いだ。大丈夫？大丈夫ですよ。さあ、安川選手もあのメガネ、あ、ちょっとちょうど迷った、フリーセッション今日が一番あそこが入るとか出やすいかなと。そうですね、あそこを動力を体感で回るからです。さあ、8秒中央のゴール、耐える方はタイム2分23秒です。2分23秒です。